栃木県立カラス山高等学校は、栃木県那須カラス山市中央三丁目にあった高等学校。1907年創立の私立カラス山学館を源流に持つ男子校。2010年3月をもって、栃木県立カラス山女子高等学校と統合し、並行、新たに男女共学の栃木県立カラス山高等学校となった。略称はカラス高。 卒業生の進路は、大学、専門学校への進学が多い。見学の精神を継承した、校訓、姿勢、不屈、礼儀、共同をよりどころとし、健康で豊かな人間性を培い、香り高い文化国家の優位な形成者となる人材を育成する。豊かな感受性と創造性を持つ人材を育成する。自ら学ぶ意志と主体性を持つ人材を育成する。 個性豊かで自主、自立の精神を持つ人材を育成する。豊かな社会性と国際性を持つ人材を育成する。校訓、姿勢、不屈、礼儀、共同。塩谷、南那須学区県内多学区からは定員の25%まで入学が認められている。県内多学区では、芳賀国一会長、茂木町からの通学者が多い。 創立記念日である4月28日に1日かけて行われる記念行事。午前に創立者である川又秀夫の墓前に全校生徒が墓参りをし、続いて OB による記念公演が行われた。夕方から最大のイベントである市内上鎮行列が行われた。全校生徒は手にそれぞれ超鎮を持ち、生徒会執行部員を先頭にブラスバンド、同窓会有志と続き、 学級長が各クラスを先導した。校庭は、道校から私立カラス山学館跡地、東日本旅客鉄道カラス山線、カラス山駅付近を通過し道校までの往復約4キロメートル。この行事では、今も伝統が受け継がれており、まず校門を出る際、川又秀夫先生の教像に、各、クラスごとに万歳参照をした。歌われる校歌は、第一校歌、なお、 歌詞の一部に問題があるとされしめともに、国のため、そしめともに、君のための部分と推測される近年は一番二番のみに省略されていた。超全体で同行の創立行事を祝う伝統が定着していた。ありがとうございます。